こんにちは、ゆずきです。ルックブックに今日はゆずきが挑戦したいと思います。レッツゴー。さあ、今回は初めてのルックブックということで、全部ね、かかってるお洋服とか下にある靴、置いてある靴は全部ゆずきの私物でございます。たくさん使い回しているのでね、ぜひ見ていってください。1つ目のコーデはお仕事帰りに試合観戦ということで、水着的に仕事といえばスーツっていう、もうほんと IQ3 の考え方なので今回はこういうセットアップを用意してみたんですけど、まあ、カジュアルめのね。はい、そうですよね。あと普通にお仕事してるとそんなにね、ユニフォーム着てお仕事なんかあんまできないと思うからきっとね、このカバンの中にユニフォームとかを仕込んでね、終わった瞬間に定時ダッシュして、まあ、一回はジャケットは脱いで、まあ、カバンに入れてあったユニフォームを取り出して着てっていう感じでね、まあ、白ってことなので今日はホームかな、ホームの試合前に行ってるのかな。はい。でね、きっとメンズは好きであろうこのまとめ髪っていうのをナチュラルにあざとくやって、前髪は大事ですからね。このまとめ髪のクリップもね、ドアラのね、絵が描いてあるやつなんですけど、これさりげなさがいいですよね。はい、出ました、タオル。これ大事ですよ。はい、はい、ニコニコしてますね小笠原慎之介ってタオル持ってるから、多分まあ先発なんでしょうね。はい、ちなみにゆずきが見に行くとホームランは打たれますね。だからそういう時は比較的テレビで見るようにしてます。はい、さあ続いて2個目いきますよ。はい、2個目はですね、お休みの日のデーゲームということで、まあこれはね、最初からユニフォームを着てる状態なんですけど、まあ、ビジターユニ着てますね。まあ、ゆずきもビジターのユニフォームの方が好きなので割と結構いいかなっていう。でこれなんかカチューシャしてるんですけど、まあ、ちょっと年齢的にもあのドアラのね、カチューシャちょっと恥ずかしくてあ、でこれポイントですね。このね、コーデュロイのね、ドアラサックスブルーは人気らしいですよ。まあ、隣のこちらもあのドラゴンズショップでオアシスの700円でできます。もうちょっとね、個人グッズが増えたらいいなと思うんですけど、あー、何やってるんですかね、これはね、耳を見せたかったんですかね。はい、よくできました。はい、あ、でね、ちょっとこれカバン変わったんですけど、こうやっぱコンコースとか球場内をね、ちょっと出歩くときトートバッグだと邪魔なので、ちっちゃいカバンも持って、まあ、この中にね、出ますかね、はい、出ました、エコバッグ。これもグッズなんですけど、まあ、グッズ買ったりとかなんか買い物したときはこういうものに入れてね、はい、出歩きましょう。はい結構これ入れますからね、よく使えますよ。最近のグッズは進化してますから。あとこれね、本当にもう現場間違えたんじゃないかなっていうぐらいのね、もうアイドルかな、アイドル応援してるのかなって思うほどね、この私の推しメンタオル、これでも結構中継で見てると目立ちますのでね、ぜひドラジオの皆さんはゲットして中継で目立ちましょう。推しメンに見つけてもらいましょう。はい、あくまでも選手は選手です、アイドルではないのでねはい、まあ、現場違うかもしれませんが、さあ次は何かな。はい、出ました、自信作。これ自信作ですよ。はい、ちょっと皆さん笑っちゃってますか。これね、ポイントたくさんあるんですよ。まず歩きやすいね、スニーカーね、ズボンもね大事です。はい、背中見ろ、この背中というアピール。はい、いいですね。とりあえず推しアピールはしていきましょう。はい、ファームなのでね、そうそうそう、もしかしたら応援してる選手が気づいてくるかもしれないので、はい、このスタイルはもうめちゃくちゃおすすめしますね。あ、なんか笑っちゃってますけど、多分これスタッフさんに笑われてますね。はいはい、バケットハット取って、はい、グンチャーン
ぐちゃぐちゃーんってところで、はい。まあね、ファームはね、これ野鳥の会じゃないですよ。これ推しメン探してます。大事ですよこれね、はい。望遠鏡、双眼鏡、双眼鏡かな、これ必需品だと思います。はい、何よりもポイントなのがこのアームカバーですね。絶対に日焼けは NG です。こういうね、少年野球見てる母親いますよね。うちの母親もそうだったんですけど、いるいるって母親に言われました。おすすめです。さあ次はどのコーディネートでいますかね。でも旗からしてみるとこの格好やばいですね。引いちゃわないかな、みんな大丈夫かな。いいか、はい。さあ次はね、まともな服に着替えてきましたけど、私服にチラッとドラゴンズということで、まあ、さりげないドラゴンズアピールもね、普通の生活でもできるんですけど、まあスクイズ TV では珍しいスカートをね、ちょっと履いてカジュアル目に着てます。はい、でドラゴンズかなと見せかけての、はい、 LA、 はい、ドラゴンズブルーをね差し色にして、はい、で T シャツがこれポイントなんですよね。伊藤純喜さんの友人と立ち上げたアパレルブランドのプロデュースされた T シャツということで、おしゃれですね。あ、でこれね、これはさりげないアピールですね。カバンの中から出してドラゴンズグッズ、これドームで300円のガチャガチャでやりました。地引きしました。あ、こちらのこのタオルもガチャガチャです。300円です。はい、いろんな選手あるのでね、ガチャガチャ毎回ドーム行ったらやるので、福田選手がダブって2個あります、うちには。はい、あと岡野選手もあるかな、ハンドタオル。はい、あ、でまたずっと気になってたあのやつを手取りましたね。ずっと気になったんだよね、あのさんスリッパか。さあ最後、もう歩き方がもう家、もうね、めっちゃ家スタイルですね。はい、本当ならね、前髪とかまでまとめちゃうんですけど、まあ、ちょっとこれ全世界なので、ちょっと可愛くさせていただいて、そう、髪の毛をまとめてね、このシュシュもドラゴンズのね、ロゴが入ったシュシュで、お気に入りですね。あと、そしてお気に入りのスリッパ、かわいい。でもちょっとね、帽子が上がっちゃって、おでこ広めなんですよね、ちょっと恥ずかしい、ドアラ恥ずかしい。はい、 T シャツもドアラということで、このお家で観戦コーデはドアラ中心っていう感じですね。はい、ソファーに座って、このハンディファンもドアラのデザインなんですけど、これはよかったらね、夏外行く時にも使っていただいて、はい、お気に入りの靴です。これ何見てるの、あ、惜しいのかな、惜しい展開なのかな、何があったんだろうね、ちょっと覚えてないんですけど。何、抱きを追ってんのかな、フェンチョクだったのかな、ドーム高いですからね。というわけで、今回は5パターンのシチュエーション別のルックブックを紹介してみました。はい、皆さん、今回紹介したコーディネートの中でどれが一番好きでしたか？コメント欄にお書きください。待ってます。ゆずきのルックブックの回でした。バイバイ。ご覧いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録、ぜひお願いします。